会場とは、平安時代から中世初期にかけて、下級身分の者が上申する際に用いた文書の、様式。公式例には、下級の監視が上級の監視に上申する際に用いた、会という文書様式があったが、平安時代に入ると、官人個人や庶民、自社などが、朝廷や所管司 貴族や荘園領主などの上級未分社に常進を行う文書としても応用されるようになり、公式例が定めた本来の書式から離れたものも登場するようになった。こうした文書を本来の会と区別する意味で会場、会文と称した。基本的な書式は会のそれを継承し、妨害さることということ書きで、はじめ、異界で締めくくり、開業して、 年月日及び上申者の簡易声明を記すという書式はほとんどの会場、会文で用いられている。受領請受負い制のもとにおいて地方の国司から中央政府に出される会場は地方行政に対して中央の決裁を求める文書として重要視された。また、管理の申請、秘宝の球団、訴訟の提起などにも用いられた。特に、 終わり国の住民が国史を訴えた終わり国軍事百姓東海文はよく知られている。中世に入ると、申し状、暮れ状、訴状など、目的に応じて文章の呼び方も細分化され、会状、会文という言葉は次第に用いられなくなった。ありがとうございます。